こんにちは、ライフレバレッジの吉です。今日は角というねメーカーのステム300っていう加湿器をねちょっとレビューしたいと思います。今回はなんで僕が角のね、加湿器を買ったかというと、僕はですね今まで加湿器ってね全然使ったことなかったんですよ。でもね今年の冬はなんでか知らないけどすごく喉が痛くて結構ね眠れない日が数日続いたことがあったんですね。なので急遽加湿器を購入したっていう感じです。じゃあどのような加湿器を買えばいいかなってちょっと結構悩んだんですよ。で、一応候補に上がったのが一つがねバルミューダ のレインっていうね、なんか壺みたいな形をした加湿器ですね。もう数年前にちょっと出てるみたいなんですけど、であとは、まあ、定番といえば定番ですね、ダイソンの加湿器ですねっていう、この2つと今回ねご紹介する角ですねの、ステム300っていう、この3つを候補に挙げていまして、まあ、どれを買うかなっていうのに、ちょっと悩みました。今回ねその中で悩んだ中で、まあ、ステム300っていうのを選んだっていう形になります。はい、じゃあね、角の、ステム300とはどういうものかちょっと、紹介していきたいと思います。はい、こちらね、色はホワイトとグレー、この2色があります。はい、そしてですね、この水ですね、水が入るタンクなんですけど、こちら最大で 3.5 リットル入ります。だいたい1時間 400ml ぐらいを、噴射してくれるらしくて、はい、3.5 リットル、入っていることを考えるとマックスでやったとしても、8.5 時間連続稼働が可能となっています。はい、またね、このオート設定とかにしていれば、湿度の状態をね調整しながらしてくれるので1日だいたい持ったりする感じですね。僕も1日1回入れればもうほとんど、入れてないっていう感じです。はい、で消費電力もね、そんなに、高くなくて、この、ね、急速モードっていうのをすると一番今のところ、霧状にね排出してくる量が一番多くなっています。この場合の時に消費する電力がだいたい 35W だったかな、 35W なので、電力の消費としてはそんなにね高くない、省エネな設計になってます。はい、そしてですねこちらいくつか切り替えるモードがあります。一番左はねこちらモードになるんですけど、オートで、その上がナイトモードですね。その上が、急速モードという感じで、速度をね変えたりとかそのシーンに合わせて、切り替えることができます。僕の場合ほとんどもうオートのまましてるので、特にここからいじったりはすることないです。はい、であとねこちらも、まあ、完結モードとか、あとね弱強という形で、霧の、ね、噴射する速度をね、まあ、量を、調整することができます。はい、隣がこちらね、タイマーです。1時間4時間8時間ってね、3パターン時間を選ぶことができます。でこちらが、ライトになります。こちらね LED がライトがこうやって出てるんですけど、これを3段階で、調整することができます。はい、なので、もし切りたいという方はねこれ切ってもらったらいいと思います。はい、そしてねこの LED の、種類なんですけども、今緑になってますがこれはね湿度が 30% から 50% の間の時はこの緑のランプがつきます。で 50% 以上が、青になります。で、もし 30% 以下になった場合はね黄色っていう形で、3パターンで色が変化する形になります。それで赤に変わった場合は、このどのね湿度の状態であったとしても、給水が必要ですよっていうねランプになるということで、湿度の状態は3段階で色表示して、水がねなくなったっていう合図は、赤っていう感じで、今のね残量と湿度のね状態を、LED で表してくれます。ステム300なんですけど、アロマオイルは使えるのかっていうのがねちょっと気になる部分だと思うんですが、これはね市販のアロマオイルはね精油ですね、これは使えません。はい、でもし使うんだったらこのね角が出している専用のなんかね、そういったのがあるんですよ。それを使ってもらうしかないです。はい、そしてですね僕が、使ってね良かったと思う点をいくつかご紹介したいと思います。まずね1点目は、タンクの量ですね。これね 3.5 リットル入るタンクになります。なので、1回のこう水のね補充で1日ほぼ1日がもう賄える量になってるんで、小さいタンクだと頻繁にこうまたね補充をしないといけないっていうことがあるんですけど、このねステム300だったらそれがもう全くないっていうのがねすごくいいところです。はい、で2点目は、このデザインですね。
まあ、これねとてもシンプルで、とてもねコンパクトなデザインになっているので、まずね置く場所をね結構選ばなくて済むっていうのがすごく助かる点ですね。僕は部屋の端っこに置いてるんですけど、こういったところに置くこともできますし、例えばね、棚とかの上にね、まあ、インテリアの一つとして、置くっていうことも、できます。はい、で3つ目はね、このデザインですね。モダンな雰囲気を僕ね部屋で使いたいなと思ってるんですけど、あのね自己主張してないデザインになるので、それがすごく助かってます。なのでこれはねすごくコンパクトで、デザインがねシンプルなんで、あまりこう自己主張がしない、ね、部屋に馴染みやすいデザインになってるのかなと僕は思ってます。4つ目は、価格面になります。僕今回、購入するになってバルミューダの、レインと、ダイソンと、このね角のステム300というねこの3つをね検討したんですけど、その中で一番安いのがこの角のね、ステム300だったんですね。他の2つはだいたい4万5000円から4万ね、後半の、金額だったんです。でもこれは税込みで2万8000円で、買える感じなので、他のやつもねよりも2万円近くお安くなってます。はい、その点が、僕の中でね価格面でも、安くで購入できるっていうね、ので良かったなと思ってます。はい、あと5点目ですね。これね結構ね音が静かです。ダイソンのやつは実際見たことがあるんですけど、バルミューダはね、YouTube でどういうものかね確認した時にファンを回して、こうやって加湿をしてる感じなので、どうしても音がねすごいんですよ。結構動作音がすごくしたので、これはねちょっとね嫌だなと思ってそれは避けました。でデザインはすごくかっこいいんですけど、動作音はちょっとなと思ったので、したんですけど、このステム300に関してはね全然ね静か、めっちゃ静かです。今の状態でもほとんどねこう動作音って聞こえないです。ここにちょっと音がちょろちょろ、水のね音が少しちょろちょろ出るぐらいの音ぐらいので、なんかブーンとかいうねそういった動作音っていうのはほぼしないです。モードを切り替えて速度を上げた場合に関しては、風を吹き出すね音に関してねやっぱ少し上がりますけど、じゃあ何かを作業してる時に気になるかっていうレベルかってと全然ならないです。はい、ね、あと6つ目なんですけど、これねやはり僕の中でも結構いいなと思ってるのが、このタンクの中に入ってる水の残量が一目で分かるっていうところですね。バルミューダだったらねどれぐらい入ってるっていうのがモニターがあるんですよ。それを見れば残量っていうのが分かるんですけど、覗き込まないと見れないっていうものになるんで、ちょっとねどれぐらい入ってるのかってめんどくさいかなっていうのがあるんですよ。でこれに関してはもうそのままねもう透明なので、どれぐらいの残量が入ってるかっていうのがもう一目で分かるんで、もう追加するかしないかね、それとのも、僕の方ではすごく便利だなと思ってます。はい、逆にねデメリットについてお伝えします。はい、デメリットはですね、まずこの蓋です。これねこうやってパカッとすぐ取って水を入れることができるんですけど、ただ簡単に取れてしまうんですよ。便利そうに見えるんですけど、これね逆に怖くないですか。何かの拍子にこう、ね、子供とかが遊んでバーンってこうね倒してしまったっていう時は、もうこの蓋がねこんな簡単に外れてしまうものなので、中に入ってる水がねバシャーってこうこぼれちゃうんですよ。なのでその点がねすごく不安です。2つ目のマイナスポイントは、これを取り外した時に水滴がこぼれるっていうのがねちょっとマイナスかなと思います。はい、試しにね一回やってみたいと思います。はい、わかりますか、こういうところですね。はい、水の残量にもよるんですけど、こうやってねタンクを取り外した時に中にある水がねちょっと漏れるのか知らないですけど、こぼれるんですよ、ボタボタと。今回はもうあんまり入れてなくて動かしたんですけど、結構水が入ってるともうこのねポタポタポタってねここねこぼれてしまうんで、それがねすごくデメリットですね。はい、ではですね、続いてねお手入れについてやってみたいと思います。このねステム300に関しては1週間おきに、お手入れをするっていうね、仕様になってます。なのでそのねお手入れのしやすさかどうかもね、検証していきたいと思います。はい、ではですねこのね、タンクの部分に関しては、こういう感じになってるので、そのままね捨てて大丈夫です。こんな感じで、はい、これはフィルターですね。こんな感じでもう捨ててもらえれば OK です。はい、そしてねこの本体の方ですね、これこちらですね。これね今前のモデルと比べて電源コードが取り外し可能なタイプになってます。なので、これはね下の方から引っこ抜いてもらえれば、この本体だけ、持ってくることができます。
はい、ではね、この本体なんですけど、このね、ダクト、これですね、まあ、ここから、霧がね、噴射されるんですけど、このダクトをまず、これ、外します。はい、そしてですね、これ、水を捨てる場合ですね、ほんと気をつけなきゃいけないのが、このね、ファンの、これ、ファンの吹き出し口らしいんですけど、これに水が入らないように、捨てる必要があります。なので、これを、この横向きにして、これでね、横向きにして捨てるっていう感じですね。向きが分からない場合はね、このね、電源とかがこう入ってたこのボタンのところがね、上に向くように、なのでこっちに電源の方が上に向くように持っていけば、捨てれます。はい、ね、今こっちね、1週間ぐらい使ってたんですけど、このね、まあ、キリル状に発生する、まあ、ユニットの部分なんですけど、これ全然綺麗ですね。なんか汚れが付着してるとか、カビが生えてるとか、なんかそういったのは全くないんです。はい、まあ、あんまり1週間ぐらいじゃ汚れないかな。はい、ではね、掃除の仕方としては、この、本体部分にね、水道水を注いで、すすぎをする感じです。まずやっていきます。はい、さっきのね、ファンに入らないように、ね、気をつけながら、こうやって、はい、ある程度溜まったら、これをね、こうやってね、すすいで、でまたね、抜きを気をつけて、捨てます。こんな感じですね。このね、ダクトの部分も歯ブラシとかそういった柔らかいもので、洗う感じになります。全然汚れてないですね。で、すすぐぐらいで、収めたいと思います。はい、この、タンクの部分ですね、これね、タンクの部分とフィルターと、これ分けることができます。ここね、この後ろにね、こうつまみがあるんですけど、これをこうやって、ね、つまんだ状態でこう引っこ抜くと、フィルターが外れます。はい、フィルターですね。で、タンクの部分ね、で、これはこのまま洗っていく感じです。ただこれね、すごくこう傷つきやすいらしくて、もしするなら、柔らかい、なんかね、研磨性のない柔らかいね、スポンジとか、まあ、タオルとかね、そういうので、拭いた方がいいかもしれません。はい、それとね、これ洗った後またフィルターをつけるんですけど、これね、一回僕やらかしたことが一回あって、あのね、一番最初の時ね、こうつけるのはいいんですよ、こうやって。そしたらね、はまったと思ってたんですよ。でもね、よーくね、見てほしいんですよ。ここにね、矢印があるんですけど、これが綺麗にあのね、揃ってなけないと、こっちもね、はい、ここも綺麗に揃ってないと入ってません。このね、横にね、こういうね、穴があるんですよ。引っ掛ける穴がね、両方あるんですけど、これが綺麗にはまってないと、ここの矢印がね、綺麗に揃ってないんですよね。揃わないんですよ。で、そうするとこれ水入れた時に横からね、水漏れします。あ、必ずここのね、矢印が揃ってるのを確認して、この横もね、爪がちゃんと引っかかってるか両方確認して、それからね、一回軽く水を入れることをお勧めします。あ、ちゃんと漏れないなっていうのが分かってから本体にセットして水を入れましょう。あの、大変なことになりますんで、これ注意してきますよ。はい、そしてですね、本体の裏側ですね、フィルターカバーとエアフィルターが、この中に入ってます。なのでここをね、こうするとこうやって薄いエアフィルターが入ってます。はい、で、これをね、取り出して洗うって感じですね。これね、洗うのを水で軽く洗えばいいみたいなんで、はい、で、洗った後はね、十分に水を切らないといけないんで、なんかね、タオルとか布巾とかそういうのでちゃんとしっかり水を切るっていうのをした方がいいですね。そしたらね、また同じようにセットしたいと思います。はい、ではね、あともうこれで終わりなので、あとはまた組み立てるっていう感じです。はい、これね、今度も組み立てていくんですけど、はい、電源が先ほどもお伝えしたここの裏側にあります。ここね、こちらのタンクですね、タンクを向きを合わせて、はい、それですね、水を入れる際気をつけてほしいのが、このね、吹き出し口に水が入らないように必ず気をつけてください。もうね、使うのはこれ夜間とかでいいんで、こういった横にね、してあげるのが一番いいです。はい、ではですね、こういったステム300の、機能面のね、レビューと、お手方法もね、動画で撮らせていただきました。はい、でね、結果的に、僕の中で、このステム300がね、どういった感じかというと、僕の中では、満足できるレベルの、加湿器だったなと思っています。あ、その理由としては、まずね、コンパクトなサイズであること、そしてデザイン面もすごく優れているっていうことです
ね。であとお手入れのしやすさで、タンクの容量ですね、これが 3.5 リットルも入るという大容量サイズということで、いちいちね何回も入れ直さなくていいっていうことが、すごい僕の方でも気に入っているっていう点です。ただねデメリット面もあって、はい、それがね、さっきもお伝えしたように、タンクのね蓋ですね、これが、パカパカ開きやすくなってるので、もし子供とかがいるねご家庭の場合、何かの表紙でぶつかって当たったっていう時に当たってこぼれてしまうっていうことが十分に考えられます。はい、なので近くにね機械とかそういった、電気製品をね置いておくとちょっとショートする危険があるので、そこは十分に気をつけた方がいいと思います。こういったね、点を気をつけてもらえれば、このね角の、ステム300というのは、この上位機種のねステム 630i っていうねモデルの、欠点をね結構僕は改善してる、いい加湿器なんじゃないかなと思ってます。価格面としてもね、バルミューダのレインとかダイソンのね加湿器に比べると2万円ぐらいねお得で、購入できるものですし、2万7000円でね、まあ、結構2万8000円か2万8000円って加湿、まあ、器の中では、高級な部類に入るとは思うんですけども、このね2万8000円を払ったとしても、満足できる、内容になってるんじゃないかなと僕の中では、思っています。今日はね、この角ステム300のレビュー動画でした。はい、もしねこの動画が良かったと思う方はねぜひグッドボタン、そして、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いします。何か質問があればね、ぜひコメント欄に記入いただけるとすごく嬉しいです。今度のね動画の、参考のとかね十分させていただきたいと思いますので、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。